私がなぜマネジメントに注力していたかということですけれども、最初は私はエンジニアとして自分のキャリアをスタートさせました。そのエンジニアとして専門の分野を積むということも非常に面白くてやりがいのある仕事だったんですが、やはり経営の意思決定に関わりたいというふうに思うようになりました。で、それは会社が その、どういう方向に行くのか、自分のやっていることが、どういう会社の業績につながるのか、ということを考えたときに、より広い経験と、より広い分野での意思決定をすることができるということは、あの非常にやりがいがあることだった、というふうに思っています。